番組最高でした、えー。レオさんと長澤さんは本当は嫌いそうだけど流れ的に対立みたいになってたのが少し気の毒でした。ああねまああれなんですよだから結局僕は何を背負ってるかっていう話ですけど呼ばれた以上人として揉めたくないけどでも番組を盛り上げるために呼ばれてるっていうのと日本サッカー界のために間違ってることは間違ってるって言わなきゃいけないっていうのとそれとあとレオザフットボール TV ー普段から見て くれてる人のためによそに行くからってそこに迎合するような姿勢は見せられないってなると、まあ、中澤さんがちょっとふわふわしたこと言った時にあのベテランだと。 ダメだベテランを変えなきゃって言うと、中澤さんどうすればいいですかって、ベテランを変えなきゃって、中澤さんの意見で言ったんだけど、中澤さん自身がね、ベテランでずっとやってた人だから、ベテランってだけですごい実力で評価されないのって嫌じゃないですかみたいな話を言ったら、そういう文化だからっていう、自分の意見じゃなくて、日本っていう文化の話になっちゃったから、ってのあと、そういう矛盾とかいろいろ気づいちゃって、楽屋で話してるんだなら <laughs>、って終われるんだけど、あそこでみんなに見られてる以上、なんかそういう矛盾があると言わないとね、あの僕の方の評価が下がるっていうより、 良くないことだからだからちゃんとあの正しいことは正しい違うことは違うって言ってでも、まあ、気は使いつつあのちゃんと久保、うん、の,の守備の話とかねいろいろそういうふうに、ね、背負うもんが僕は僕であるんでいうことは言ったって感じですね。